世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場タスマニアンデビル、連覇に期待がかかります。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、5番タスマニアンデビル、すっと前につけます。2番手14番ウエスターナー、11番イッツジーン、後位につけています。内側3番キャバルリーマン、外から13番サラフィナ、これを見るように内側8番タグルーダ、その外9番ソレミア、7番レイルリング、続きまして18番ティモス、16番ペイパルブル、内から12番プラントゥール、その内15番トレル、内押さえて2番バノ、続きまして6番シーザスターズ、これを見るように内側1番サガラ、外から4番コンニュイ、その外17番フレンチキング、最後方は10番イキートス。 1000m の通過タイムは1分3秒5、各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは10馬身以上、もう一度先頭から。先頭は14番ウエスターナー、後ろに5番タスマニアンデビル、11番イッツジーン、後位につけました。内側3番キャバルリーマン、9番ソレミア、外から差を詰める、これよりホルスストレートに入ります。外から13番サラフィナ、その内8番タグルーダ、外から上がるのはティモス、15番トレル、真ん中あたりにつけています。その内7番レイルリング、内から2番バノ、16番ペイパルブル、外から差を詰める。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭ウエスターナー、その後タスマニアンデビル、追いすがるタスマニアンデビル、タスマニアンデビル勢いよく追い上げる。残り200を切りました。タスマニアンデビル伸び足がいい。2番手ウエスターナー、差を詰めるタスマニアンデビル、タスマニアンデビル押し切ってゴール。勝ったのはタスマニアンデビル、鞍上は海老名正義騎手。日本のタスマニアンデビル、フランスで快挙を成し遂げました。2着ウエスターナー、3着は混戦の模様です。